電車に飛び込んだ OL のその後の話。乱れたダイヤと謎の爆発事故。これから語るは悲劇か喜劇か。それを決めるのは読んでいるあなた。悲劇のヒロインになるはずだった OL は悲劇に見放されていた。それもある種の悲劇。本人が求めるものとは程遠いけれど、出るはずだった駅ではなぜか爆発事故が起きていた。そしてそれを引き起こしたのは彼女だった。駅だけじゃない。都内には混乱が広がっていた。まるで戦争のようなテロのような悲劇。そのどれもが彼女を避けていく。自殺することで憐れまれるはずだった女、それで不倫をチャラにする気だった女、でも悲劇で喜劇を覆い隠すことはできない。その反対はできたとしても、世間から笑われる自分が怖くて、彼女は世間を消したくなった。だから力を使ったのだ。不意に起きた爆発は多くの命を奪った。それと同時に仲間を引き合わせた。爆発に巻き込まれても死なない同じ力を持つ女同士を。夢から染み出した黒い化け物たちが踊る。睨み合う二人の女を囲んで踊る。これから起きる二人の争いを祝して。せっかく同じ力を持っているのに、いや、だからこそ互いに互いが邪魔だった。それは悲劇？それとも喜劇？病気になると親が優しくなった。怪我をすると友達が心配してくれた。ああ、かわいそう、かわいそう、かわいそう。痛みは同情を集める最高の媚薬。現実で黒い化け物たちが踊る。悲劇を求める愚かな OL を祝して。そうだ、戦え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 。ここが彼女の舞踏会。戦い続けたその先に待っていたものは、もう一つの世界で悲劇を求めて戦っていた自分だった。